前園正清のおじさんだけど遊んでもいいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。引き続き、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、あのいつもの企画のウィニングイレブン、はい、で今日は、海外の含めた世界の選手で、はい、久しぶり海外ですね。はい、はい、いいね、やろうと思いますね。海外、はい、海外の選手を自分のものにできるってやつだね。はい、そうですそうですそうです。で今日は特別に、はい、レジェンドパックという、あの追加オプションで、追加オプション、はい。選手をあのお持ちしたので、その中からも。古いのいるね。はい、確かにレジェンベッケンバーいますよ。ベッケンバーだ。あ、すごいね。はい、今でなかったですね、このレジェンドっていうのは。お互いに11人と、はい、控えメンバー6名、はいはい、選んでいただいて、はい、対戦していただくと。じゃあ現役の選手とこのレジェンドを混ぜていいってことですね。そうです。なるほど。前園さんがね、いつもね、勝っていて。何、誰も勝てないんですよ。誰も勝てない。1回負けてますよね。あれ手加減はしてそんなこと手加減誰にしたの。誰にした誰に手加減したの。ラモスそれはしなきゃダメだよ。じゃあ、いや、ヤモスさんがもうさ、取ったのがやっぱり良かったっていうのがあるからね。そのメンツが、ね、やっぱりゲームでも負けたくないからね。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、機嫌悪くなるんだよ。そうだよね、やっぱり。やっぱそれはやっぱり忖度したわけだ。そうね。っていうかさ、はい、俺はね、なんかこの古いね、年代的にもね、こういう名前で俺勝負してみようかな。なるほどなるほど、うん、まあもうずっと見てた選手もたくさんいるから。おじやそ、早速1人目から選んでいきますか。なるほど、はい、じゃあこれはもう大先輩の松木さんから。よしじゃあかぶりそうなとこからいけばいいんだな。おマラドーナこれだってさ、ゾノちゃんはさ絶対そこから行くと思うもん、うん、日本のマラドーナって言われたんだから。ね、うん、まあ、この先日俺はまあどんなもんだっていうねまあらどうなんもんだっていう感じね。そういう感じでね。なるほど、わかりました。じゃあ僕一人目いきます。ロナウジーニョ、同じようなポジションで、ちょっと違う選手来たか。じゃあもし取られたらっていうの考えてたんで。いやー来たね。はい、あ、消えたね、うん、ジーコ。うわー、なるほど、友人だからね、日本に来てたしね。確かに、一緒に仕事もしてるからね。これやっぱりジーコのこの全盛期、はいはいはい、とんでもないから。ああすごくないですか、ジーコとマラドーナで。だからもう絶対こうさありえないやつ。いやいや、そうですね、できるっていうね。そうですね、うん、あ、僕が選んだのは決してジーコじゃありませんみたいな今日これずっと入ってきそうな松木さんね。ちょっとね、ネタがなくなるから、ね、じゃあ僕2人目いきますよ、うん、クリスチャーノ・ロナウド。ああ、この好きだね。この一緒にはやってないじゃないですか、うん、この感じちょっと見てみたいですよね。これ何、クリスチャーノ・ロナウドこの中入ってる。あ、そこにはいないです。いないんだよね。だから、いや、俺はこっちから行くから。あ、いいよ、オッケー、レジェンドで行くんですね。オッケーオッケーオッケー。それは、うん、なるほど、うん、じゃあ俺ね、はい、グラウディオーラ、うん、もう監督もできるから別に俺いなくても大丈夫だよ、ね、確かに確かに、うん、あー、なるほど。じゃあ右サイド、エムバペね。ああ、いや、俺こっちいないからさ。そう、あ、そうですよね。いいんだけど、はい、エムバペ、エムバペ大きいな、これな。エムバペ、はい、これエムバペ一人であれだな。はい、どうしようかな。わかった、はい、ヨハン・クライフ。うわすごいメンバー。もうこのメンバーだけでも頭がクライフって感じだけど俺だって1974年のその西ドイツ大会の時のクライフ、俺もだってあの現場で見てるからね。決勝まで行ったね、はい、オランダ代表対、はい、ドイツ代表、当時西ドイツだけど、はい、まあね、
クライフ対ベルティフォックスね。ああ、フォックス。当時はマンツーマンの時代だよ。PK だって PK じゃねえだろうというふうに。確かにドイツはまあうまくね、はい、まあ、今で言えばあれ PK になってないよね。もうシミュレーションだよね。まあまあいいや、この話してると時間なくなっちゃうから。まあエンバペが直線的なプレイヤーだとしたら、ヨハン・クライフはもうドリブル、パスどちらもいけるしね。そうね、そうですね。でグラディオーラはもう一人でボランチいけるでしょ。はい、はい、でも前のやつにちょっとやらせてさ、はい、どうだろうね。あと言葉の問題だねなんて。確かに確かに。じゃあ僕もう一人、モドリッチ。いやこれは欲しいね。ですよね。これここにいないけど、はい、欲しい一人だよね。ですよね、うん、じゃあこの辺りで俺はね、はい、じゃあちょっとロベカル。うわ、いやー取られたか。これ左サイドチェックしたけど。じゃあ僕もう一人いきますよ、うん、ビルド。いや俺今悩んだんだよ。じゃあロベカルか、はい、ピルロ悩んだんだよ、はい、ピルロはまさか来ないと思ったの。ピルロ、ピルロの全盛期すごいからね、はい、いやすごいすごいですよ。ピルロ取られたら俺どうしよう。中盤モドリッチ、ピルロ。右サイドカフー。でも両サイドブラジルで行こう、うん、あーなるほどね。じゃあ僕右サイドはリバプールのアレクサンダー・アーノルド、うん、いい選手だよね。はい、うん、左ロベカル取られたからな。この辺取ってこないだろう、ベッケンバワー。すごいねこれ、これだけでもう世界のなんかね、はい、歴代もう100年単位でのベストイレブンになりそうだよな。確かに。じゃあ僕いいですか、はい、中盤もう一人いきますよ、イニエスタ。ああ、まあね、はい、イニエスタ帰っちゃうからな。そうなんですよね、あれやっぱり試合に出たいんだね。出たいです ね出たいから、まあただ契約してるだけじゃ嫌だよというね。そうですね、そういうことなんでしょうね、うん、じゃあリバウド。ああリバウドですか、うん、ブラジル代表。多いねブラジル代表ね、はい、いいチームにするね、やっぱり同じチームからやっぱある程度選ばないとね。間違いないですね。じゃあ僕いきますよ、うん、パウロ・マルディーニ。お前見たな。マルディーニ、はいはい、マルディーニ。マルディーニがいれば俺は中盤でもストッパーでもサイドでもいけると思ってマルディーニを選ぼうとしてたの。マルディーニいなくなっちゃったら困るねこれね。すいません、マルディーニ来ました。マルディーニいなくなったら俺どうしよう。いいとこ取ってくな。いや大したもんだよ、はい、じゃあプジョン。プジョン、なるほどね、魂のとこですね。じゃあ僕いきますね、うん、ファンダイク。ああいいね、はい、強いね。強いですよね、中盤で。そうですね、ジーコなんかバチバチ来そうじゃん。ガツガツいきますよ。嫌な感じだね。シューベルト・シューマン。なるほど、いきますね。マルキーニョスディフェンス、うん、このね、こっちのディフェンス少ないとこやられちゃったからさ。あちょっと俺の作戦ミスだな。そこから詰めるべきだった。キーパーはね、これもうここから選ぶとしたらもうカシジャスかオリバー・カーンしかいないからね。だから俺はカーンでいくわ。カーンでいくわ、はい、うん、カーンですか、うん、じゃあ僕はアリソンでいきます。ああ、アリソンね。アリソン、そっちはいいね、いっぱいいて。うん。いいんですよ、松木さんも一応。いやいや、いい、まあ一応ね、こだわりが、こだわりが、男に二言はない。そうですね、ということでね。うん、あとはだ、いや控えですよね。じゃあ俺からいこうか、はい、ビエラ。はあ、ビエラ、なるほど。これビエラ多分ボランチも最終ラインもできんじゃないかなと思うんだよ。ああ、で、できるかもしれないですね。じゃあ僕いきますね、うん、マルコ・ファン・バステン。ああ、こっちから取られたね。来るね。いや、だって結構、うん、はい、来るね、はい、ローター・マテウス。なるほど、うん、これも最終ラインも中盤もどこでもできるから、ね、できますね、うん、デブライネ。デブライネ、はい、いいね。
こっちいないからいいんですよ、松木さん取っても。いやいや、デブライネ、ルンメニゲ、うわカールハインツ・ルンメニゲ、うわなるほど。ルンメニゲは途中から出てきて得点に絡むっていうのね、ワールドカップではね結構印象付けてるからね。確かに、うん、シャビ小ぶりできたなおい、はい、中盤ヤンコレル、うわでかいそうそうそう、でかい。メッシ、忘れてた。あ、メッシいた、忘れてた。あ、そっちにいるんだよな忘れてた、そっちにいるんだよ、うん、じゃあ俺ロマーリオ、あーなるほど。キャンベル、うん、取ってないですよね、マスキさん、うん、はい、来たね、キャンベル、キャンベル、イングリッシュ、はい、バティストゥータ、なるほど。あれ、レアルの左サイドなんだっけ、名前、ヴィニシウス、あ、あそうです、ヴィニシウス、ヴィニシウス、すいません、ヴィニシウス、ヴィニシウスで、以上かな、揃いましたね。松木さんのその選んだレジェンドっていうのが今回初めてじゃないですか。あ、そうだよね。そうなんです。これまでなかったから、どれくらいのポテンシャルで、うん、でも基本的にはレジェンドなんかポテンシャル高いと思うんですよ。はい、そうだよね、数値が。だちょっとやってみないと分かんないですね。うん、でも結構相手のディフェンスきついのいるからね。そうですね。マルディーニ、ファンダイクでしょ。はい、でもファンダイクを最終ラインにすると危険なのはファールが多いって。なんかでも見てみたいね、これだから。そうなんですよ、うん、この試合は見てみたいなと思うな。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。おお、始まりましたよ。さあ落ち着いてパスから入ってるね、ショートパス、うん、まだまだまだ。おプジョール運んでるね、プジョール、いけ。あーベケバー、よーおー、ダイレクト、いやサイド来た、カフー、カフー、カフー、やばいやばい、寄せろ寄せろ、カフー、イーボール、おー、キーパー、おー、危ねえ、おー、危ねえ。誰今、最後これマラドーナからカフー行って、カフー、カフー、ダイレクト、あれ誰最後ヘディング、これピエラじゃない、ピエラ、いない、うわー、危ない、いきなりちょっとまずいよ、バディだったの、違うか、プシャロナウ、プジョール強いね、強いね、上背ないけど、ベッケンバーダイレクトうまいわ。いや全然ボール持たれちゃってんな。いやでもカウンターあるからな、そっちおー、バティ、バティうめ、バティいいわポスト、ほらカフー来た、あ、ビエラ来た、あ、ビエラ、お前ちょっと上がりすぎだ、戻んなきゃダメ、戻んなきゃダメ、カウンター、そう、トン、オッケー、オッケー、オッケー。プジョル強い。プジョル強いね。対面強いな。カフー、ゴー、カフー。ナイス、ナイス、デブライネ、落ち着いて、落ち着いて。しっかり、ファンダイク。そう、ピルロいいよ、ワンタッチで。ピルロはダイレクト効くね。効きますね、ロナウジーニョ。ロナウジーニョはね、ドリブルが嫌なんじゃない？来た。オービアラ強い。強い、クリスチャーノ・ロナウド、普通に取られて、取るまではいいんだけど、ドン、あー、やばい、あー、ずれた、よーし、出ろ、出た、いやいや、結構強いよ、もうビエラいいね、ほら、ベッケンバーはもう、もう正確だわ、ね、お、出てきた、ベッケンバーは、ほら、おー、これ、あ、カフだ、デブライネ、デブライネ、入る、入る、入る。さあ出た、おつけ、あ、強いな向こうのサイド、そうそう、落ち着いて、ファンダイク強いやね、うわー、ベッケンバー今のカフーだね、カフーか、うん、おー、ジーコからやばいな、全然、ほら、ロベカル、やばい、ロベカル来たサイド、うー、
いやー今のはもうワントラップしていいよね。これね、これ難しいよね、これダイレクトのシュートは。これ、はい、これ難しいよね。いやー難しいですね。ちょっと変えます。変えるお、早く動いてない。ポゼッションにする、はい、ちょっとねハマってないな。もう2本打たれてるから、で1本決定的だったから。確かにカウンターだったよね。それをポゼッションにします。はい、はい、OK です。それだけ。前のスピードを生かしたいんだけど、ちょっとうまくいってないな。いや両サイド速いからね。はい、いや強いんだよプジョル。プジョル強いね。めっちゃ強いですよ。そう、お、ちょっとなんかイニエスタ、うまい、うまい、やばい、やばい、うまい。サイド、デブライネ、デブ、いやーなんかハマってきたな。ちょ、うわー危ない危ない、ちょっと待った、これ今変えられる、変えられる、これダメなの、アウトオブプレーじゃないとダメなの。え、もうちょっとコンパクトにして。あ、ちょっとポゼッションだったね、やっぱり今見た感じだと。それあの中盤だったらそうだよね。あのね、プレッシングアグレッシブね、潰しに来るか。ディフェンスの高さちょっと上げてほしいんだな。あー、OK、なるほど。それでコンパクト、コンパクトね。でコンパクトにしたい、もうちょっと。 OK、 戻れ、切り替えろ。マラドーナこれ。マラドーナです、マラドーナです。すげえな、ベッケンバーめちゃめちゃいいですね。あ、右のアウト使ってるよ。はい、ナイス、つなげ、うわうまい、うまい、やばい、バティ、バティ、やばいやばいやばい、中マークしろ、カフー、中マークしろ、寄せろ寄せろ、マラドーナ、うわ、うわあ、らしいシュート。いやよ、カフー戻ってるよ。あのもう100回戻っちゃう、カフー。そうだよ、これほら、カフー戻った。あ、そう、エムバペ、ナイス、マルディーニか、一人いけ、一人いけ、デブライネ、ナイス、チョン、ピルロか、これ。おい、危ない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 、危ない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 、まだまだまだ早い、ディエゴ、うわうまい、今の左のアウト、うわーちょっとつながれてる、うまい、あの走り方似てるよな、似てる、出たよな、出たよ、アウトアウトアウト、アウト、さあカフーロングスローか、ロングスローだやっぱな、カフー、本当だ、おー PK、 あー、オッケー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 、オフサイド、あ、オフサイド、デーゴ、デーゴですよ、デーゴだね、デーゴ、面白いねこれ。いやちょっとなんかあの一瞬だったな、リズムが、はい、あークッションの方がボール入んないな、ほら、うわー、バティスータのポストすごいな、うまいね、はい、やっぱワントップ正解だな、やばい、いやきついね、ファンダイク、いるね、ファンダイク、寄せますよ、寄せますよ、ナイス、ナイスパス、そう、そう、勝負しろ、そう、いやーやっぱ厳しいわ、マーク、ほら、あのワンタッチめちゃくちゃうまいんだよ、うまいね、バティの。あれ誰ですか、あれ、これビエラ、ビエラか、ナイス、あー、よくやんだよ、あそこでな、持ちすぎだよ、あ、違うか、ビエラじゃないか、いやー取られた、どうしても、あ、なるほど、あ、ロマーリオか、あ、ロマーリオですね、来た、あ、やばい、オーバーラップ、マルディーニ、ピルロ、よしよし、取った、いやビエラ、よし、ここから逆サイド、逆サイド、やばい、逆サイド、やばいやばい、戻れ戻れ、何やってんだよお前、サイド使えよ
なかった。いや、なんで左に使わないんだよ。サイド攻撃にしてるよ俺。確かに、確かにサイド攻撃ですよね。あれ何やってんの。うわ、めっちゃ、あ、ファール、ファール、ファール、どうぞ、ゴー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 。あ、やばいやばいやばい、よし、いやー、ベッケンバー落ち着いてる。よしろ、そう、ナイスナイス、おー、いい。こっからどうする、こっからどうする、ナイス、トン、そう、うわー、ナイスか、トン。カフーすげえな、また上がってるよ。落ち着いて、落ち着いて、ファンダイク。これバーティーポストプレーいいけど、スペース、それ以外やばいな。スペースはダメですね。オッケー、あ、いけいけ、アグレッシブいけ。ちょっとアグレッシブにされて、やっぱりつなぎ、ほら、落ち着いてるね。いやー、ちょっと攻めてないね。オッケーオッケー、プジョール。よーし、カフ、やばい、ロベカル、ロベカル、ロベカル、お、ナイスカット。危ないよこれ、ほぼ押されてんな、マラドーナ。うわ、うまい、持ちか、あー、バッティー、やば。ポストプレー、これマラドーナからでしょ、ここ、ほら、そう、ほら、似てる、似てるよね、はい、俺うまいけどね、キーパーもいいとこいるな、おい、アリソン、おー、アリソン。いや、でもこれだけチャンスがあって点取れないのやばいよこれ。おお、全然ちょっとなんか作れてないよね。いや、フィニッシュ悪いな。ほら、もうここも負けてるもんね、クリスチャーノ・ロナウド、プジョルに。いや、ほら、ここも見て、ナイスカット、ファンダイク、ファンダイク、やっぱファンダイク効いてるな。効いてますよ、ファンダイクはやっぱり抑えますから。いや、でもほら、ファールあんじゃねえか、ファンダイク。やばいやばいやばい、うわー、ビエラ、よせろ、一人、危ない。何本打たれてんの、お前、何本打って外してんだよ。いやー、面白いね、面白いよ。だってシュート何本、9本打たれてる、俺1本だよ俺。いや、だけど9本打ってて1回1点も入んないって、俺どういうことこれ。ルーさんにとってかっこいいとは、ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤。キャップアップ。今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないですかね。いやー、なんか最初落ち着いてんだよな、最終ラインが。ほら、オッケーオッケーオッケー、一人一人、今取れたの。いや、あ、ナイス、出ろ、そう、よし、ついとけついとけ、ナイス、ついとけ、いやいや、すごいのが来た。クリスチャン・ロナウドだよ。すごい、うわー、今すごかった。ちょっとこれね、いじります。やっぱ今幅取ったんですよ。そうだよ、そうなんだよ、サイドで、うん、だからね、スペースができて、うん、これ、いや、これしょうがないよ。確かにこれしょうがないよ。イニエスタのパス、これがね、くわー、すげえ、うん、はい、ちょっと、お、ね、コンパクト、コンパクトさ、おー、ちょっと広げて、おー、それでいこう、はい、行ってみましょう。
いやーちょっと劣勢だったけどね。ロナウドだな、やっぱり何にも仕事してない今まで、はい、確かにほぼプジョルに負けてたから。ほんとだよ。よしよしよし、いやー今のは大きいよ、うん、シュート2本で1点。落ち着いて落ち着いて、まだこれ時間ってどこにあるの？まだ大丈夫だよね、はい、寄せろ。やばいやばいやばい。おい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 、マラドーナ、マラドーナの左だよ、左。これどうなってんのこれ。ここ、うわ、中に絞ってきた。これ外すか。確かにこれは外さないだろう。おかしいよこれ。ディエゴ落ち着いて落ち着いて。いや負けてるもんね、プジョルにヘディング。身長あるのに。この辺ちょっとね。いやビエラうまい。ビエラいいよね。めちゃくちゃうまいですね、ビエラ。でもね、出すぎてこれミスがあるとね、ミスがあると速攻でやられるんだよな、これ。やばい、マラドーナ。うわっ、カフーだ。ナイス。ほらカフーやりすぎだよほらビエラ戻る戻る戻る。オッケー、前。そうそうそう、デブライネ、デブライネ仕掛けろ。そう、強え。もう一回。うわあ、危ない危ない危ない、危ない。ちょっと合わなかったね。エムバペ、いやー、寄せろ寄せろ寄せろ。ナイス。いやーそこ繋いでほしいね、大事なとこ。いやうまいうまい。うわーディエゴもうまい。うぶねー。これさちょっとあの攻撃パターンちょっと変えます。攻撃エリアっていうのサイドじゃなくて中央にして、中央、うん、60分、はい、60分経ってないからな、本当に本当の時間だと、うん、だから分かんなくなっちゃうね。そうですね、うん、知らないうちに終わってたりするからな。確かに気をつけないと、見てないと。よそろ。いやーマラドーナファールだろ今のは。マラドーナうまいな。いやーちょっとサイドがやばいやばい。いやーちょっと危ない。ナイス、広い、うん、そういうこと。うまいうまい。そう、いやーナイスプリオ。それはダメよ、それはダメ。あーちょっとなんかロナウジーニョがあんま試合入れてないかな。いやーマジか、それワンタッチ。ロベカルここまで来た。うわ誰か一人行かないと。やばい、抜かすな。いやーキーパーバーディー。何分今、ちょっと変えたいかな、疲れが来てる選手。俺変えるわ、うん、マスキさんからじゃあ、はい、まずねマラドーナに変えて、クライフ。なるほど、ジーコも疲れてる、ちょっと半分ぐらい減ってますね。あそうだ、でジーコに変えて、フィバウド。どうしようかな、フィバウドね、うん、ロマーリオに変えて、うん、ルンメニゲで、うん、でバティに変えてヤンコレル、コレル、グラウディオーラをパトリック、うん、なるほど。ジューベルト・シューバーを
マテウスに変える。なるほど。あ、ちょっと待って、マテウスをねあ、いいやいいや、マテウスに変えちゃう、変えちゃう、ロベカルのがきつないよね、はい、じゃあね、マテウスをロベカルのとこ置いて。なるほど、うん、うん、で、ロベカルを外して、あと誰がいるんだ、シューバ、シューバディ、うん、じゃあ僕、選手変えますよ、はい、イニエスタとモドリッチ、うん、ビニシウスとロナウジーニョ変える。ビニシウスとメッシ、メッシをエムバペと変えようか、うん、シャビとデブライネ変える。うん、はい、OK、うん、やばい、うん、ああ何やってんのお前そう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 、うわー、ちょっと、やばいやばい、寄せろ寄せろ、嫌な感じ、シュートまでいけ、シュートまで。ジューベルト・シューバスルーパスを出す、やばいやばい、よしやばい、危ない、こぼれたぞ、ヤンコーラーがいなかった。いいとこまで行ったよ、本当に変えます変えます、ごめん、あのクリスチャン ロナウドとファンバステン、あーもうあれだな、ファンバステン、もうロナウドがちょっとファンバステンと変える。ファンバステンまだいるの、はいいやいや、コーラーがちょっと嫌だな、コーラー合わねえな、でも一発ありそうだもんな、でもヘディングスクロス来たらやばいですね、さっきのヘディング見たら。あ、橋本下手だな、確かにバティ収まりますけど、バティと収まるけどさ、しょうがないな、でも全然支配できてない、ほらやばいね、やばい、ハンド、危ない、ハンドメッシ、そうもう一回、そう来た、うわ強い、うわプジョル強いよ、プジョルやばい、プジョル強いよ、プジョルめちゃくちゃ強い、ダメだこいつもう一回変わった、変わった後ダメなんだよな、もうないやちょっと流れが、ちょっとね、あっ、ま、待った、よし、これちょっと、これちょっと待ってた、はい、変えます、うん、よそろ、やばい、あー、危ない、ファンダイク、ファンダイク、コーラ、ヤンコーラついて、ファンダイクついてるか、高さには高さ、何やってんだよ、そう、拾え、誰、拾え、いない、メッシ、メッシ、そう、ナイス、メッシに、超、いや出さないと、出さないと、ちょっと、うん、止めて、あのね、ポジションね、ヤンコレルを一番左に持ってって、一番左に持って、ルンメリー真ん中、クライフ、クライフこうもうちょっと先に持ってって、前、うん、オッケー、で、うん、もうヤンコレル捨てましたね、松木さん、捨てたよなら、それでコンパクト、一番もう外に回って、アグレッシブ、アグレッシブコンパクト、うん、面白い、でラインもっと上げ、うわー、なるほど、オッケー、あと何分、10分も切った、もう切りました、あと5分ぐらい、よし行こう、もうあとはもう任せた、これ勝ちパターンだよね、クリスチアーノ・ロナウドがさ一発ドンって決めてた、一発だけですからね、あの一発だけだもん、はい、メッシ、メッシなんかやってくれ、うっ、あー、うわ、もう時間ない、
これロングボールになってるよね、はい、なってるね。プラス2分あー、カフーダメだ、疲れてる、疲れてる、やばい。おおおいおい誰だこれ。今クライフ、クライフだったかな。トーン、トーン、あーあ、ディフェンダーじゃん。リバウド、リバウドリバウド、でもリバウドの今右足か。そうですね、左だからね。オッケー、もう時間使え、ナイス。いやプジョルすげえ。おおああ危ない。ちょっと待って、これあのアディショナルタイム、アディショナルタイム少なすぎるよこれ少ない少ない。クリスチャン・ロナウドはやっぱり一発のシュートや。マツキさん14本ですよ。マツキさん本当これじゃ僕3本です。これじゃもう勝てない、勝てない勝てない勝てない、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 勝てないよ。もうヤンコーラーもう外に外したから、ちょっともう一回俺やるもう一回やろうぜ、もう一回ほんとに。いやほぼでも押されてますよ。えこれ パスも見てください。そうだよね、だってパスカット20本だよ。いや本当に成功率が235でしょ。やっぱりあれだけにしなきゃよかったよ。レジェンドだけじゃダメだよ、ね、いやだからディフェンスにやっぱり時間を取りすぎたよな。そうですね。いやでも面白かったな、悔しいな。おじやそ、いやでも面白いことは面白いなこれ。あどうした、えもう一回来るよ俺もう一回来る。なんとなくさ、マスキさんも今回選んでなんとなく分かったんじゃないですか。分かった分かった。俺はね、はい、レジェンドだけではいかない、うん、いやでもちょっと、はい、面白かったな。合わなかったな。でもやっぱり中盤のその構成は向こうは良かったな。もうちょっと、はいはい、次回は何、何ヶ月後おじさん、いや違うからゾノに対する憧れとかリスペクトの仕方がもう普通じゃなかったし、その時代のシンボル的な存在選手だったから、それ思うでしょ、うん、そうですね俺についてこいみたいな感じがあって、そう、まあそうですね。